三重県のとあるチームが使った楽曲なんですけれども、すごくノリがいい楽曲なんでね、皆さんも楽しんでお聴きください。それでは3曲目お聴きください。不死鳥。最後にですね、この曲はね、お届けしたい曲あるんですけれども、この曲私が作詞作曲した曲ではないんです。なんですけれどもね、本当に皆様に聴いていただきたいなと思った曲なので、最後に用意させていただきました。この曲作った方はね、葛西敏秀さんといいまして、お坊さんをねされてる方なんですけれども、お仕事でやっぱりお葬式のお葬式ね、お仕事でやっぱり亡くなった方を見送ったりすることがあるんですけれども、その時に湧いてきた、それで作った楽曲なんですね。でやっぱり私たちの年代になってくると、もう亡くなった方とか
亡くなったペットだったり見送ることも出てくると思うんですけれども、そんなお空の国に旅立ってしまった大切な方々のことを思い出しながら聴いていただくと嬉しいです。それでは最後の曲になります。あなたへの思い。
ちなみにこれ